あ、なんか普段あんまりこれあざといとか意識したことがなかったんで、なんかすごい新鮮だったというか、初演技だったんですけど、今日初演技がこのあざとい男子を演じるっていうので、まあ、なかなかいろいろ考えることはあったんですけど、でも楽しくできたのですごい良かったと思います。あざと男子演じてみて、これ自分とちょっと似てるなとか、そういうところありました？いや、あんまないんじゃないかな。現実のカイトさんとは違います、キャラがやっぱり。そうですね、結構人見知りなんで、なんていうんですか、最初は結構一歩引いてるかもしれないですね。一押しあざとポイントありますか？あんしてもらって食べるところですかね。あんしてもらうことも滅多にないんで、すごい緊張しましたけど、でもなんか見てもらえればきっとキュンキュンしてもらえるんじゃないかなと思います。あ、キュンキュンしてください、お願いします。あざとくて何が悪いの？